はい、皆さんこんにちは。今回はよさこいのイベントにやってきました。大阪市東住吉区の長井植物園で行われるよさこいと高知県マルシェのイベントです。 YouTube チャンネルゆずよさ TV のゆずぽんのチームもよさこいを踊ります。あら鶏肉 カメちゃんがいます。鯉がいっぱいいてるやん。すごいな、迫力あるな。でかい。煮干しラーメン。播磨屋橋と坂本龍馬がいますね。簡易播磨屋橋。播磨屋橋、高知県の名物。 坂本龍馬もいます。はい、 OK。 坂本龍馬です。会場にはキッチンカーやよさこい発祥の地高知県の PR ブースが出ています。 高知県といえばポン酢です。馬路村のポン酢が特に美味しいです。さつまいもを揚げた芋けんぴも美味しいです。高知県は交通が不便だったりして行きにくい場所ですが、歴史的スポットや美味しい食べ物が数多くあり、観光をするには最適な場所です。お、すごいな。 みんな華やかです。綺麗です。めっちゃいい風ですね。この会場、日陰がいい具合にあって、皆さんね、レジャーシート引いてすごくいい空気感だなというふうに思います。長井公園でエキスポよさこい2025高知県マルシェ第2部開催させていただきます。 ゆずよさ TV のゆずぽんです。 YouTube チャンネルでよさこいの魅力を伝えています。しに行ってたもうないかもわからんけど、可愛い子にはあれが来るかもわからんから最後まで見てや。ほな行こうか。あっけよー、はい、残ったー。の大阪のおばちゃんチームです。「おんちゃんさんのとろとろ焼きやっちゃっちゃ」「はってよいよいはってよいよいほりゃはってよいよいはってよいよい」ありがとうございます。